Hi everyone, it's Momo. こんにちは、Momo です。今回は分子について、具体的には現在分子と過去分子の基本についてお話しします。分子の基本の役割をつかんでもらうため、細かい部分はできるだけ削ぎ落として、物語調の英文法劇場としてお届けしたいと思います。それでは早速始めましょう。題して、英文法劇場、転校生の分子くん。始まり。昔々あるところに英語王国という国がありました。今回のお話の舞台は英語王国の子供たちが通うとある学校です。はい、今日は皆さんに転校生の2人を紹介します。現在分子くんとよろしくね。過去分子くんです。よろしく。皆さん、2人にこの学校のことをいろいろと教えてあげてくださいね。分子くんか。聞いたことある気もするけど、一体どんな子なんだろう。あ、あれって。わあ、分子くんたちってスポーツが得意なんだ。あれって分子くんだよな。わあ、あんなに勉強して、分子くんは勉強が得意なんだな。あ、分子くんたちだ。わあ、分子くんたちって楽器が得意なのね。あれ、分子くんたち、さっきまでグラウンドにいたのに。え、分子くんたちって絵も得意なんだ。ねえねえ、分子くんたちってスポーツが得意なんだよ。違うよ、すっごい勉強家なんだよ。違う、楽器が得意なのよ。そういえば、絵も得意そうだったけど。あれれ？一体どういうことなんだろう？こうなったら直接本人たちに聞いてみよう。ねえねえ、分子くん。分子くんって何でもできるみたいだけど、一体何者なの？何でもできる？ああ、きっと僕たちの兄弟にもあったんだね。実は僕、現在分子は三つ子。僕、過去分子は四つ子で、それぞれに得意分野があるってだけだよ。え、そうなの？いい機会だから僕たち分子のこと詳しく紹介するね。まず、分子には2種類あって、それが現在分子と過去分子なんだ。僕たちはコンビみたいなもので、切っても切れない関係なんだよ。僕、現在分子は、動詞に ing がついた姿をしているよ。例えば、walk なら walking、call なら calling となるのが現在分子の形なんだ。一方で、僕、過去分子は、基本的に動詞に ed がついた姿をしているよ。現在形、過去形、過去分子形と変化する動詞の、いわゆる三つ目の形のことだよ。call なら called というように語尾に ed をつけるだけの場合が多いけど、例えば study なら y を i に変えて ed になるし、eat が ate eaten と変化するように不規則動詞と言われる特殊な変化をする動詞もあるんだ。さっきも言ったように僕たちには兄弟がいて、それぞれに得意分野があるんだ。いろいろな場面で活躍できるように役割を分け合っているから、分子って覚えてくれたらいいかな。ちなみに、現在分子が ing の形だと聞いて、同名詞を思い出した人もいるかもしれないけど、同名詞は僕たち三つ子のお兄ちゃんなんだ。同名詞にはまた別の役割があるから、気になる人はよかったら同名詞についての英文法劇場を覗いてみてね。じゃあ、ここからは僕たち分子の役割についてもっと具体的な話をしていくね。最初に紹介するのは、時制に登場する分子だよ。じゃあ、時制に登場する分子について確認していくね。まずは、Here's playing tennis now という文を見てみよう。あ、ここに現在分子くんがいるね。そうなんだ。こんな風に現在形の B 動詞と現在分子を一緒に使うと、
現在進行形という時制ができるよ。現在進行形というのは、時間の流れを線で表すとして、現在をここだとすると、現在をピンポイントで指して、今まさに進行中の話をするときに使う時制だよ。この文だと、彼は今テニスをしているところです、となるね。今度は過去分詞を使う時制を確認してみよう。例えば、I have finished my homework という文を見てみるね。あ、ここに過去分詞くんがいるね。そう、こんな風に、have と過去分詞を一緒に使うと、現在完了形という時制ができるよ。現在完了形というのは、過去と現在を結びつける時制で、この文で言うと、過去のある時点で宿題を終えて、今はもう終わった状態、完了している状態だよ、ということを表しているよ。現在完了形がよくわからないという人は、ぜひ現在完了形についての英文法劇場を覗いてみてね。こんな風に、現在文詞は進行形、過去文詞は完了形の時制を作ることができるんだ。そうか、時制について学んだ時に、僕たちはもう文詞君に出会っていたんだね。ここで注意点なんだけど、現在分詞には現在という言葉が、過去分詞には過去という言葉がついているよね。だけど、現在分詞が使われているからいつも現在の話をしているとか、過去分詞が使われているからいつも過去の話をしているというわけではないから気をつけてね。どういうことかもう少し説明するね。もう一度さっきの文を見てみよう。この現在進行形の文の動詞の is が、もし過去形になって was playing になると、過去進行形になって過去の話になるよ。また、未来を表す助動詞 will を使って will be playing と言うと、未来進行形になって未来の話になるんだ。同じように、現在完了形の文も have の部分が had になったら、過去完了形になって過去の話に。will have になったら、未来完了形になって未来の話になるよ。動詞が変わって表す時が変化しても、分詞自体に変わりはないよね。だから、分詞自体には時を示す役割はないということを覚えておいてね。なるほど。現在分詞が使われていても未来や過去の話になりうるし、過去分詞が使われていても現在や未来の話になりうるんだね。じゃあ今度は、タイに登場する文詞を紹介するね。これもきっとおなじみの使い方のはずだよ。例えば、この2つの文を見てほしい。The tower was built in 1889という文と、They built the tower in 1889という文だよ。あ、ここに過去分詞くんがいるね。そうなんだ。ちなみに、一つ目の文の built は build という動詞の過去分詞。二つ目の文にある built は過去形だよ。build は不規則動詞だから語尾に ed がつく変化をしないんだ。この2つの文はどちらも1889年に the tower その塔が立ったことを意味しているけど言い方が違うね。まず2つ目の文は they と人を主語にして〇〇が何とかする何々をといわゆる英語の普通の言い方になっている。直訳すると彼らはその塔を1889年に建てたという意味だね。この何かをする立場のものを主語にして言う言い方を能動態と言うんだ。一方で一つ目の文は The tower が主語になっていて何々が何とかされるという言い方をしている。このように B 動詞と過去分詞を組み合わせて何かをされる立場のものを主語にして言う言い方を受動態と言うよ。こんな風に過去分詞は受動態、つまり受け身の文を作ることができるんだ。そうか、受動態の文でも過去分詞くんが登場していたんだね。受動態について詳しく知りたい人は、ぜひこのチャンネルの受動態についての動画を見てみてね。こうして話を聞いてみると、分詞くんのことは意外とずっと前から知っていたんだって気づいたよ。よかった。でも僕たちはまだまだ活躍する場面があるんだよ。次は形容詞の役割をする分詞を紹介するね。え、形容詞？僕は形容詞族の猫だけど、僕たちと同じ働きをするってこと？じゃあ、まずは形容詞くんに形容詞について説明してもらおうかな。
形容詞というのは、人や物事の様子や性質を表す言葉で、名詞を修飾、つまり説明することができるんだ。例えば、It is a beautiful flower. それは綺麗な花です。という文では、beautiful、綺麗なというのが形容詞で、flower、花という名詞について、どんな花なのかを説明しているよね。これが形容詞の大きな仕事の一つだよ。じゃあ今度は、分子がどんな風に形容詞の役割をするか見ていこう。例えば、pour boiling water over the tea bag というと、そのティーバッグ、お茶の袋に沸騰しているお湯を注いでくださいという意味になるよ。あ、ここに現在分子くんがいるね。そう、この boiling という現在分子は、その後にある water、水という名詞がどんなものなのかを説明しているんだ。沸騰している水ということだね。もう一つ例を見てみよう。Who is that man carrying a box over there? というと、あそこで箱を運んでいるあの男の人は誰？という意味になるよ。ここに僕、現在分子がいるでしょ？この文では、前にある名詞、man、男の人を、carrying 以下が説明しているんだ。どんな男の人かというと、あそこで箱を運んでいる男の人、ということだね。現在分子1語の場合は名詞の前に、2語以上の場合は名詞の後ろに置くのが基本だよ。こんな風に分子は形容詞の役割をして名詞を修飾することができるんだ。本当だ。僕たち形容詞族と同じだね。今度は過去分子の例を見てみよう。例えば、Wait for the boiled water to cool というと、沸騰した水が冷めるのを待ってくださいという意味になるんだ。ここに過去分子くんがいるね。そう、water という名詞を boiled という過去分子が説明しているんだ。沸騰した水ということだね。もう一つ例を見てみよう。It is a virus carried by mosquitoes というと、それは蚊によって運ばれるウイルスですという意味になる。ここに僕、過去分子がいるね。virus、ウイルスという名詞を carried という過去分子以下が説明しているよ。どんなウイルスかというと、蚊によって運ばれるウイルスということだね。過去分子の場合も、1語だと名詞の前、2語以上だと名詞の後ろに置くのが基本だよ。あれ、分子くんたちが形容詞の役割ができるのは分かったけど、現在分子を使うか過去分子を使うかはどうやって考えればいいの？それには僕たちそれぞれの性質を知っておいてもらう必要があるよ。今から説明するね。現在分子と過去分子の性質について知るために、これまで紹介したことを思い出してほしいんだ。さっき過去分子が単位に使われるということを話したよね。受動態っていう受け身の文だよ。過去分子が受動態に使われるのは、過去分子自体に受動、つまり何々されるということを表す性質があるからなんだ。そして過去分子と現在分子は反対の関係、つまり表と裏の関係のようなものだから、現在分子は過去分子とは反対に能動、つまり何々するということを表す性質があるよ。分子を理解する上で、まずはこの性質を知っておいてほしいんだ。次に、時制に分子が使われるという話を思い出してみて。過去分子は完了形の時制を作るために、現在分子は進行形の時制を作るために使われるんだったよね。完了形に過去分子が使われるのは、過去分子に完了の状態を示す性質があるからだよ。一方で、進行形は進行中とか継続中のことを表す時制だから、現在分子には未完了の状態を表す性質があると言えるよ。ここでも過去分子と現在分子は反対の関係になっているよね。このことを意識してもう一度さっきの文を見てみよう。Who is that man carrying a box over there? には現在分子が使われているね。前にある名詞、man、男の人がどんな男の人なのかを、あそこで箱を運んでいるというふうに後ろから説明しているね。ここで man という名詞と carrying という分子になっている carry、運ぶという動詞の関係性を考えてみよう。男の人は箱を運ぶんだから、これは能動の関係だね。
だから現在分詞が使われるよ。もう一つ例を見てみよう。 It is a virus carried by mosquitoes はそれは蚊によって運ばれるウイルスですという文だったね。ここに carried という過去分詞がいて、前にある名詞 virus ウイルスがどんなものなのかを蚊によって運ばれるウイルスと説明しているね。ここでも virus ウイルスという名詞と carried という分詞になっている carry 運ぶという動詞の関係性を考えてみよう。ウイルスは運ぶんじゃなくて運ばれるんだよね。つまり受動の関係になっているね。だから過去分詞が使われるよ。なるほど、現在分詞と過去分詞には能動と受動の意味合いがあるんだね。もう一つ別のパターンを見てみよう。 Pour boiling water over the tea bag そのティーバッグ、お茶の袋に沸騰しているお湯を注いでくださいという意味の文だね。ここに boiling という現在分詞があって、 water 水という名詞がどんなものなのかを沸騰している水と説明しているね。もう一つ Wait for the boiled water to cool の文を見てみよう。沸騰した水が冷めるのを待ってくださいという意味だったね。ここでも boiled という過去分詞が、後ろにある water 水という名詞がどんなものなのかを沸騰した水と説明しているね。ここでも boiling あるいは boiledという分詞になっている元の動詞 boil 沸騰すると water 水という名詞に注目してみよう。現在分詞を使うと未完了の状態、過去分詞を使うと完了の状態を表せるというのが僕たちのもう一つの性質だったよね。だから boiling water は今沸騰している水、 boiled water は沸騰し終わった水とか一度沸騰した水ということになるよ。前者は確実に熱いけど、後者は沸騰したてで熱いかもしれないし、時間が経って冷めていても一度沸騰したものなら boiled water と言えるよ。なるほど、もともとが同じ動詞でも現在分詞と過去分詞で表していることが違うんだね。なんだか分詞くんのことがよく分かってきた気がするよ。じゃあ最後にもう一つ、分詞が登場する分詞構文という表現を紹介するね。例えば She hurt honey playing tennis 彼女はテニスをしていた時に膝を痛めたという文を見てみよう。あ、ここに現在分詞くんがいるね。この分詞が使われている部分は他の言い方をすると While she was playing tennis 彼女がテニスをしていた時と言えるよ。でも while などの接続詞を使ってこれだけのことを言わなくても、分詞を使って同じことをこんなに短く言うことができるんだ。このような文を分詞構文というよ。要するに分詞構文を使えば簡潔に補足情報を付け足すことができるんだ。前にも話したけど、分詞自体には時を示す役割はないから、表している時制はこのメインの文の動詞で決まるよ。今回は傷つけるという意味の動詞 hurt の過去形だから過去の話だね。ちなみに分詞構文は主に書き言葉で使われることが多い表現だということを覚えておいてね。なるほど、分詞構文にすると短く言えるし、表現にバリエーションが増えるね。分詞構文には過去分詞を使うこともできるよ。例えば Written in plain English, this book is easy to understand というと、この本は優しい英語で書かれているので理解しやすいという意味になるよ。あ、ここに過去分詞くんがいるね。分詞が使われているこの部分はもちろんきちっと Because this book is written in plain English ということもできるよ。でもこれだけのことを言うよりも分詞構文にする方が短く言えて簡潔な表現になるよ。時制はメインの文に is とあるので現在の話だね。分詞構文を使わずに書くと is written と受動体になることからもわかるけど、さっき触れたように過去分詞には受動を表す性質があったよね。だから過去分詞の分詞構文は受動の意味、つまり受け身の意味になるんだ。そっか、分詞の性質がわかっていると意味が取りやすいね。ここまでの話をおさらいすると、分詞には現在分詞と過去分詞の2種類があって、分詞の役割としては
時制を作る、体を作る、形容詞の働きをする、分子構文で簡潔に補足情報を足すというものがあることを紹介したよ。こんな風に僕たち分子はいろいろな場面で活躍しているんだ。どうかな、僕たち分子のこと分かってもらえたかな。うん、分子くんが活躍する場面が分かってとっても身近に感じられるようになったよ。これからもよろしくね。こちらこそよろしく。英文法劇場、転校生の分子くん、おしまい。お疲れ様でした。英文法劇場どうでしたでしょうか。分子ってなんだかよくわからないなという感覚が少しでもなくなっていたら嬉しく思います。今回は大枠の説明だったので、分子のより細かい使い方に関しては今後また別の動画を作成する予定です。このチャンネルでは主に今回のような英文法や英文読解の説明をできるだけわかりやすく行っておりますので、よかったらまた見に来てくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. Bye for now. ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。